カットされた状態のみなずきみなずきは和菓子の一つ、京都市の発祥。白いウイローの上面に甘く煮たあずきを乗せ、三角形に切り分けたもので、京都では、名越の払いが行われる6月30日に、一年の残り半分の無病息災を記念して、これを食べる風習がある。藤本女船、日本の菓子によれば、現在の形のみなずきは昭和に入って、 京都の和菓子屋で作られるようになり、行事職に取り入れられたという。三角形に切った白い色は、表室の節句の氷をかたどったものとも、四角を半分にしたことで一年の半分を示しているとも言われており、また小豆の赤い色にも役よけの意味があるとされている。標室の石は、江戸時代の武家の行事で、氷室から氷を切り出して、旧暦6月1日に、献上や贈答をした。 江戸時代の料理書、こんにゃく百珍には、三角形にカットしたこんにゃくに、あずきあんをかけた、早やみなずきという料理があり、みなずきとの関連が指摘されている。福岡市和菓子組合では1999年から、博多みなずきを販売している。これは、わらび餅とあずきを使い、笹で包んだもの。1980年代、京都風のみなずきを売ったが、ウィローに、 馴染みがなく売れなかった。2018年現在21社が42種を販売中。ありがとうございます。